はい、ストマパンケーキです。さあ今回はですね、4号のパレットをすでに作り終えてて、28回なんですけど今で、爆発サイズとで、まあインク関連をがっつり取ることによって、インク回復速度とか移動インク回復とか、まあインク効率サブ、ここもちょっと取りたかったんですけどね、インク効率サブと爆発サブにもね、ほぼマックスまで取っておくことによって、このスプラッシュボムをね、最強のスプラッシュボムを連打できるというね、構成でやっていきたいと思います。これマジおもろいんじゃないかとね、いうことで。で、これね、実際ね、ここまでもう使ってないけど、マジでおもろい。もうほぼボムラッシュみたいな。そして連鎖的に、爆発サイズがでかいから連鎖的に、よいしょ。これやばくない？もうほぼさ、ボムピッチャーみたいな感じ。いや、ボムラッシュ。ゴムラッシュかのような感じで。で、インク回復も早いから、もうすぐにこう、打ち込めることができる。はい。高速すぎる。いや、これマジで楽しい。さ、爆発ダメージか、あれが欲しいな。サブインク効率あたりが来るとマジで嬉しい。来い。よーし、爆発ダメージきた。よし、完璧や。最強のボムピッチャーが完成してしまったかもしれない。最強のスプラッシュボムが。でもスプラッシュボムだけで勝てるんだよな、このゲーム。突き詰めれば。よいしょ。よいしょ。もうスプラッシュボム縛りだけで勝っていきたいと思います。この、サイドオーダースプラッシュを縛りだけ攻略していこうとこ。そうなの、パンケーキ。これをね、もはやね、もはやスプラッシュボムじゃないんだよ、この爆発サイズとこの爆発の強さ。もはやスプラッシュボムではなく、パンケーキボムと名付ける。何でもパンケーキの名前つけるからね、僕は。そういう男だぞ僕。自分で国作ったら絶対パンケーキ国って名前つけるタイプやから、パンケーキ国に住みたい人は今のうちに、僕にコビ売っといてください、ね。いずれ作るから。いずれパンケーキ国作るから、今のうちにコビ売っといた方がいいですよ、僕に。マジで。ヘコヘコしといてください、ね。よし。いいね。しかもタイムもめちゃくちゃ早くなるんだよな。下手にメイン打つよりさ、こっちの方が早く終わるっていう。よし、じゃあ最上階行くか。こいつもごめんな、なんか。この集大成に付き合わせてしまって。さあ30回やってきました。今日はどんな子だこかな。お、普通子だこ。寝てないね。来てくれたですか。こんなに可愛い。毎度可愛いからマジでスキップしないんだよ僕。このシーンをスキップせずにちょっと見ちゃうんだよ。さあ、じゃあスプラッシュボム縛りでいきますか。もうメイン打たずして買っていこう。いいね。ちょっと待って、早い。やっぱ爆発めちゃくちゃ上げてるからさ、爆発ダメージとか。一瞬なんやけど、一瞬すぎる、あまりにも。これ今までで一番早いタイム出るかもしれん、ワンチャン。でももうこれさ、連鎖するしさ、爆発サイズ上げてるから、このポータルの爆発が連鎖するしさ、割れ方が半端ないけど、やばないかこれ。結構いいのこれ。マジ味覚マジかよ。やばいって。ちょ、大凧、お前危機感持った方がいい。危機感を持った方がいい。これマジでやばいから。え、これ楽しいな。ダイナモテスラのボムこれにならんかな。ステージの大半破壊できちゃうな、これで。え、もう終わり。え、もうポータルなし。おいおい、お前、ウグダコ、お前危機感持った方がいいって、マジで。やばすぎる。早すぎる。マジか。え、今までで一番早くない？もしかして。
爆発サイズと爆発ダメージマックスえぐいな。あと連投できるようにして、これえぐいわ。いや今までで一番なんか早かった。ビルドはこんな感じですね。ぜひね、あの参考にしてみてください。インクショットダメージはいらないね。これまあ最初の方なんかあれかな、練りコインがなくて取るしかなかったみたいな場面やね。まあ、必須というか取っておきたいのは爆発サイズで、移動インク回復、インク回復速度あたりは取っておくといいかな。まあ、サブ効率をマックス取れたら一番いいんやけど、まあ、それが難しい場合はね、あのインク回復速度とかその辺取っておくのがいいんじゃないかなと思います。で爆発サイズと爆発ダメージは取っておくととんでもないことになる。いやこれは楽しかったね。あー出した。次回クイックボムだとかなりおもろそうだな。さらにインク効率良くなるし。